甘い夢は脆く。初めてレンタル彼氏を予約した彼女、待ち合わせに来たのは写真で見た目通りかっこよくて優しくて好青年な彼でした。二人っきりになるというのは禁止だったが、あまりにも自分に優しくしてくれる彼に、彼女は思わず二人っきりになりたいと伝えてしまいます。二人だけの秘密と優しく笑ってくれた彼のことを信じきってついていきますが、実は彼には裏の顔がありました。わあ、結構広いね。僕ホテルなんかめったに来ないよ。ただ足休めのために来ただけだから、なんだかもったいない気もするけど仕方ないよね。ほら、君もこっちにおいでよ。座って休もう。どうしたの？そんなに顔近づけて。そんなに顔近づけたら唇当たっちゃうよ。いいの？休憩目的のために来たのに目的変わっちゃうね。そんな軽いのでいいの？本当はもっと絡ませて深くて激しいのが好みなんじゃない？図星かな。いいよ、僕ももっとしたい。さあ、もっと正直になって。ねえ、これも最初に言われたと思うんだけど、必要以上に体に触れる行為は基本的にはできないんだよね。ああ、もちろん君が僕にひどいことをしないってのは信じてるけど、やっぱり僕も怖いからさ。ね、手縛ってもいい？よかった、大丈夫だよ、軽く縛るだけだから。よいしょと。うん、できた。じゃあ次はベッドに横になって。ああ、服邪魔だよね、脱がしてあげる。へえ、君すごく綺麗だね。それにいい香りがする。ね、少しだけ舐めるね。さあ、どう？舌で転がされるのと吸われるの、どっちが好きなのかな。ん？もう我慢できないの？いいよ、楽になって。ああ、残念、もう時間切れ。レンタル彼氏としての僕はこれでおしまい。いいところだったけど仕方ないよね。どうしたの？そんな泣きそうな顔して。まるで僕が悪者みたいじゃん。どうする？このまま着替えて帰ろうか、それとも続きしちゃう？僕はいいよ、君とこのまましても。でもその代わり、彼氏役としての僕はこれで終わり。ここからは業務外の俺。言っておくけど、俺は優しくないよ。それでもいいなら俺にお願いしてみて。お願いの仕方もわかんないの？もしかしてこの甘い流れでこのまま俺とやれると思ったのか？ふん、別にいいよ、お願いできないならしなくても。代わりなんていくらでもいるから。じゃあね。ん？何？聞こえない。本当にお願いしちゃうんだね。でもよく言えました。ああ、もしもし、お疲れ様です。今ですか？ちょうどお客様とお別れしたところです。特に問題なしですよ。礼儀正しくて優しい方でした。あとリピートも見込めそうです。え？いつもリピートさせてすごい。どんな手を使ってるんだって。からかわないでください。僕はただ皆さんを癒してあげたいだけです。今までクレームなんて来たことないでしょ。お気遣いありがとうございます。じゃあこの辺で失礼しますね。お疲れ様でした。